まさかあいつに会えるとは驚きましたよほど私に喝を入れたかったのでしょう。6000年の昔から駆けつけたのですから、その思いに報いるため絶対負けられませんね。この戦いはアストルティアに生きる者が背負うべき宿命のようなもの。ゆえに天使であるあなたには見守っていていただきたいのです。今の私には信頼できる仲間がいる。もう負けることはありません。やっと分かったのです。私はずっと多くの人々から深い信頼と愛情を寄せてもらっていた。それなのに愚かな私はそれを一つも受け取ろうとしなかった。私を信じてくれた人々の顔が今になって鮮明に浮かぶのです。その顔は皆笑顔でとても優しい。できることならその方々に謝りたい。そしてありがとうと伝えたい。ですがそれは6000年前のこと。もう叶うことはありません。だからせめてこの感謝の思いを胸に今私にできることをするだけです。仲間と力を合わせ今度こそ最悪の王を倒します。いいでしょう。歴代最強と言われた二代目時の王者の実力見せていただきましょうか望むところです。あれほど恐れた敵を前にしているはずなのに今私の心は驚くほど泣いている。仲間と共に戦うとはこんなにも力強いものなのですね。さあ行きましょう。
見事な戦いでした。あなたが歴代最強の時の王者と称えられたのも頷けますね。やっと6000年続いた私の戦いを終わらせることができます。神になるなど私には分不相応だと今でも思いますが、英雄に選ばれなければ私は今も死に際の妄執に囚われ続けていました。そんな私の心の奥底にある癒しがたい傷に呪怨は取り付きました。確かに呪怨によって暴走はしましたが、悪人となっていた私の言動は紛れもなく私自身の本心でもあったのです。一人ではダメだとしても皆がいる、皆の言う通り私は本当にとんでもない分からず屋でしたね。妄衆から解き放たれた今だったら呪怨を私から切り離せるでしょう。さあお願いします。いいでしょう。では真剣レクタリスで呪怨を断ち切ってください。あなたには何度も助けられっぱなしですね。今はしばしの別れですが、いつか必ず恩返しをさせてください。本当にありがとう。悪人の火種は取り除けましたし、白王の魂は天聖教でしばし休めば回復するでしょう。ですが白王の心の傷に取り付き燃え広がらせた呪怨という存在、なんと残酷で卑劣なものでしょうか。この企みの首謀者が誰であろうと私が必ず罰してみせます。必ず。ですが今はひとまずアズランで待つ竹虎さんとフーラさんに報告に向かいましょう。エルトナ大陸に吹いていた暴風はもう止んでいることでしょうが、きっと今頃心配しているはずですからね。
いたします。オーディス王子。エリーゴ調査員、その様子だと、もしあ、はい、王子殿ご所望の品、風の結晶をお持ちしたであります。さあ、こちらを。でかしたぞ、エリーゴ調査員。実はベリナード王国では、かねてからどんな悪天候でも進めるような魔法船の研究開発を行っていたんだよ。その船の動力として必要なのが風の結晶でね、世界中から探し求め、たった今届いたんだ。これで九段の海域の調査に行ける。魔法船はすでにジュレットの町へ運ばせてある。早速向かうとしよう。待て、オーディス。お前は時代の王となるもの、さらにこたびの異変調査の責任者のはず。そのような立場にあるにもかかわらず、お前自ら大荒れの海へ調査に向かうなど、あまりに軽率ではないのか。しかしこのような危機にこそ責任ある立場の者が先頭に立つべきではないでしょうか。それでお前に万一のことがあればどうする。異変の調査は、王を失ったベリナードの民はどうする。何度言えばわかるのだ。お前は自分の命の重さを自覚せよ。まあまあ、少し落ち着こうじゃないか。ディオーレもオーディスもなあ。オーディス王子のおっしゃることは、王の心得として決して間違っていません。ですが。いいんだ、セリア。確かに母上の方が正しい。僕は同行すべきではないな。心配ありません、オーディス王子。私たちにお任せください。王子もご存知の通り、ここにいるのは暴君バサグランデをはじめ、数々の脅威を打ち破ってきた大英雄。必ずや謎の歌が聞こえるという海域の調査を成し遂げ、今回の異変も解決してくれることでしょう。あ、申し遅れました。私はこの方にお仕えしているユーライザと申します。そうか、ありがとう、ユーライザ君。すまないが、また君の力を頼らせてほしい。これを君に託そう。ジュレットの町の桟橋にデーラという名の男がいるはずだ。彼にそれを渡してくれ。デーラは魔法船の船長だ。風の結晶さえあれば大嵐の中も進めるだろう。では頼んだよ。
こんな大しけだってのにスイスイ進みやがるとは大したもんだ。オーディス王子もやってくれるじゃねえか。この尋常ではない大嵐、やはり悪人の仕業のように思われます。この海のどこかに潜んでいるのでしょうか。ああ、アテンションプリーズ。ようよ、お二人さん、我らが輝けるオーディス号の初公開は順風満帆、絶好調だ。謎の歌が聞こえるって海域にももう間もなく到着するぜ。謎の歌とやらにも警戒する必要がありますね。ここは慎重に行きましょう。デーラ船長、海域には入らず少し離れたところから様子を見てください。船長？歌が聞こえる。そんな、船長、しっかりしてください。このままでは私たちも一旦ここを離れましょう。いけない。大丈夫か？よかった、気がついたのですね。とはいえ私たちも先ほど目覚めたばかりなのですが。面目ねえ。航海中に綺麗な歌が聞こえてきたとこまでは覚えてんだが、気づくとこの場所にいたんだ。ここは一体何なんだ。海も空も俺の知らねえ匂いがしやがる。それにこの船着き場、少なくともメラ諸島にこんな場所はないはずだぜ。ナウテの船乗り、デーラ様が断言してやる。デーラ船長、おそらくここは大嵐を引き起こし、謎の歌を歌う魔物が作り上げた空間です。私たちはこの先へ調査に向かいます。申し訳ないのですが、その間、あなたはここで待っていてください。わかった。気ぃつけていけよ。俺も元の場所へ戻る方法を探しておくぜ。お願いします。行きましょう。こんな空間を作り出すなんて、間違いなく悪人の仕業ですね。警戒を怠らず進みましょう。あれは
これは英雄リナーシェの魂ですが、輝きが弱い。どうやらこれはリナーシェの魂の一部、破片のようです。リナーシェ、私の名前？あなたは名優様、それに天使様も。私は何を、ここは一体？やはりリナーシェなのですね。進化の儀が失敗し、あなたは悪人となった。その後のことは覚えていますか？私は、リナーシェ？いえ、あれはただの幻影ですね。そう、あれは幻。私が生きた時代の記憶。600年前のウェナ諸島は、コルレン王国とジュレド王国という二つの国が分割して統治しておりました。私はコルレン王国の女王でしたが、この日はジュレド王国を訪れていたのです。お願いします、リナーシェ殿。承知しました。畑が、こんなに立派な作物は見たことがない。奇跡だ。これで家族を飢え死にさせずに済む。ありがとうございます、ありがとうございます。これが水に聖なる加護を与えるという育みの歌。よもや地中の水脈を通じて枯れた畑に作物を実らせるとは。うちの痩せたこのウェナ諸島においてこれほどの実りが、なんと素晴らしいのでしょう。ねえ兄上。そうだなカルーモ、目の前の光景がまだ信じられないよ。リナーシェ殿の歌の力はまさに奇跡。我が民のためコルレーン王国からはるばるおいでいただき、このビゴレ、ジュレドの王として心からお礼申し上げます。いいえビゴレ様、我が夫となるあなた様のためでしたら、私どこへなりとも参りますわ。それにあなたの民は私の民でもありますもの。あなたのジュレド王国と私のコルレー王国を統合して誕生する新たな王国、その王妃となる私が王のため民のために尽くすのは当然のことです。あなたのような方を王妃にいただけるなんて、民は幸せですね。他の誰よりも私こそがですが。新しい城が完成した暁には建国と私たちの結婚を祝う盛大な式典を開きましょう。その日が待ち遠しい。はあ、兄上とリナーシェ様の結婚式。
お二人の姿を想像しただけで僕も胸がいっぱいになる思いです。おっとカルーモ、お前が見たいのは花嫁姿のリナーシェ殿だけだろ。な、何をおっしゃるのですか兄上。そんなことはまあビゴレー様、あまりからかっては弟君がかわいそうですわ。カルーモ様もあなた様の知性をより良きものにしたいと願う私の同志、どうかお手柔らかに。それは頼もしいことだ。カルーモよ、お前もリナーシェ殿と共に私の隣で私を支えておくれ。兄上、はい、喜んで。全ては幻、二度とは戻らぬ過去の記憶。魂の破片でしかないせいか、もうこれ以上は何も語ってくれないようですね。原因は分かりませんが、リナーシェの魂はバラバラに分散してしまったようです。この破片は私が預かりましょう。悪人化の呪いは過去の記憶や心の傷に干渉し、怒りや憎悪を煽るもの。おそらく今見た記憶も呪いと関係しているはず。他の魂の破片も集めれば呪いを解く方法がわかるかもしれません。これと同じものを探しながら進みましょう。
ここは私の私室です。私が部屋に戻るといつもあの子がやってきた。
私が留守の間、いい子にしていましたか？うん、ちゃんとお姉ちゃんの代理で町の人の訴えを聞いたりしてたよ。裸足でそこら辺歩いてお行儀が悪いってジーヤに怒られたりもしてたけど。女王代行お疲れ様でした。皆変わりなかったようで何よりです。お姉ちゃんの方こそどうだったの？育みの歌はうまくいった？ええ、ジュレドの方々にもビゴレー様にも喜んでいただけましたよ。ふん。アリア、私とビゴレー様の婚姻がまだ許せませんか？当たり前だよ。だってコルレーとジュレドは何百年も敵対してて、お父様だってあいつらに殺されたのに。私は小さかったからあんまり覚えてないけど、あいつら休戦の約束を破って攻めてきたんでしょ。ジュレド軍はなんとか追い返したけど、勇敢な戦士だったお父様は死んじゃった。その仇と結婚なんて許せるわけないじゃん。そうですね、コルレーン王国とジュレド王国の間にはあまりに深い怒りと憎しみが横たわっている。ですが殺し合いをしたのは先代の王たち、その子であるビゴレー様と私は恨みを捨て手を取り合うことを選びました。そもそも二国が争うのは土地の痩せたウェナ諸島の中でわずかな実りを奪い合うがゆえ、私が作った育みの歌の力があれば豊かな実りをもたらすことができる。もはや争う理由はないのです。それで歌を歌ってほしければコルレーンとジュレドを対等な立場で一つにしろって脅したんでしょ？交渉と言いなさい。二つの国が一つになればもう奪い合うことはありませんからね。交渉なんかしないで戦ってジュレドをやっつけちゃえばよかったんだよ。お姉ちゃんがいれば戦争くらい楽勝じゃん。確かに私の歌の力を戦いに用いれば勝利もたやすいでしょう。ですが戦争になれば必ず血が流れる。誰かの恋人が誰かの父親を殺し、やがて誰かの夫に殺される。私はもうそんな歴史を終わらせたいの。お姉ちゃん、お姉ちゃんは誰より立派な女王様だね。私はお姉ちゃんのことを誇りに思う。でもお姉ちゃん自身の幸せは？好きでもない人と結婚しなきゃいけないなんてひどいじゃん。確かに完全なる政略結婚ね。けどビゴレ様は素敵な方よ。あの方の妻になれるのは幸せだわ。だけど可愛い妹にお祝いしてもらわないとお姉ちゃんとっても悲しい。その言い方はずるいよ。わかった、お姉ちゃんを困らせちゃってごめんなさい。そうだお姉ちゃん、長旅で疲れたでしょ。すっごく甘いフルーツがあるんだよ。持ってくるからちょっと待ってて。あなたは何も心配しなくていいのよ。私が全てうまくやってみせるから。愛していた、本当に愛していたのに。
この先へ。これは本当に呪いによって呼び起こされたリナーシェにとっての忌まわしい記憶なのでしょうか。私には美しい思い出にしか見えませんが、とりあえず先に進んで彼女の記憶を追ってみましょう。